もともと一重です。いろんなものを試したんですけど、スポーツをすると汗ですぐ落ちてしまうんです。という悩みのみほさんです。みほさんは汗をかいても二重が長持ちするアイテムを探してるんですね。そんなみほさんにおすすめのアイテムがこちら、 AB シークレットソフトフィルムです。まぶたに柔軟性があって水に強い被膜を作ってくれます。塗るだけ簡単なこのアイテムを使ってナチュラルな二重を作っていきましょうね。まぶたの皮脂や汚れを拭き取り、素肌にご使用ください。まずは付属のスティックで二重のラインを作ることから始めましょう。大切なのは二重になりやすいラインを見つけることです。作りたい二重ラインの下に沿ってシークレットソフトフィルムを塗ります。液体なので塗る面積を自由に調節できます。そのままシークレットソフトフィルムを乾かし被膜を作ります。ワンポイントアドバイス、シークレットソフトフィルムは完全に乾かすことが大切です。急いでいるときはドライヤーの冷風を当てると早く乾きます。完全に乾いてから指で被膜に軽く触れるとテカリが抑えられてさらに目立ちにくくなります。二重のラインをスティックで押さえながらゆっくり被膜が折れないように目を開けてください。その際は被膜にシワが寄らないように注意しましょう。完成です。みほさん、突っ張らなくて自然でしょ。はい、めっちゃ自然です。うん、汗にも強くて二重が長持ちするんですよ。すごい。ここでポイントのおさらいです。シークレットソフトフィルムは完全に乾かすことが大切です。ドライヤーの冷風を当てると早く乾きます。完全に乾いてから指で被膜に軽く触れるとテカリが抑えられてより目立ちにくいですよ。また被膜は重ね塗りをすることで硬くなります。自由に被膜の調節ができるシークレットソフトフィルムで自分に合った二重を作りましょう。始めよう二重活動。